選手種メジャー参戦メジャーズリーグ新日本製薬パーフェクトワンデーマッチ東方プラン応援でアルスマ福岡対上部参戦をし、ここで両チームのスターティングメンバー並びに審判をご紹介します。同試合は主審山本雄大、副審マスピード周期白戸拓真、第4審判員日高春樹、以上4種審判によって行われます。まずは白のユニフォーム京都産業 FC のスターティングラインナップです。背番号21ゴールキーパー清水圭介、背番号20ディフェンダー右田大将、背番号6ディフェンダー本田裕樹、背番号23ディフェンダーヨルディバイス、背番号25ディフェンダー上田勝則、背番号28ディフェンダー富田光平、背番号10ディフェンダー庄司義弘、背番号15ディフェンダー仙藤圭也、背番号24ディフェンダー川崎颯太、背番号9フォワードピーター・ウラカ、背番号13フォワード宮吉直樹、続いてリザーブの選手です。背番号34ゴールキーパー若原智也、背番号30ディフェンダー石光洋介、背番号7ディフェンダーレナ・モンカ、背番号17ディフェンダージュニー、背番号29ディフェンダー中野達也、背番号40ディフェンダー黒木正人、背番号18フォワード野田龍之介、そして監督が三井の森原。続いてリザーブの選手です。背番号31
チゴキパー村上正明スライド2周受けた三國ケネディアンス、スライド2周に受けた和子直樹、スライド8位見つけた鈴木中央ビッグリーダー増山朝日、背番号9フォアのフォアバーデルガード、背番号13フォアの木戸光輝、声は出せなくなる気持ちは伝えられる、背番号12アビスパ福岡サポーター、そしてアビスパ福岡の銀座は監督さえる神采配長谷部重俊、本日のマッチングコミッショナーは古田敦史です。